するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。ドン2局開始です。皆さん手牌を開けてください。おいさんダメだ。ドン2局ダメ、もうシャーチャ、うん、ドラが3層、手牌こちらです。パッと見ダメだな。何点ぐらいですか、うん、手牌。15点ぐらい。低いですね、うん、赤なし、赤なし、ドラなし、なのでまっすぐはいかないです。ちょっとこう様子を探りながら行くわけですか、はい。ただここから本一を狙ったりはしないです、うん、あの赤ありでそんな無理やりやってもしょうがないんで。一気通貫は見ます。一応見るんですけど。それもうっすらですか。3ピンパーピンを6巡目までに引けたらぐらいですね、うん、これ8個よりも先にパーソーなのは、はい、まだ安全度も考えてるんですか。チーソー引いた4連携を生かすよりも、はい、そんなにブクブクにしたくないんで、なんなん白ぐらいは持ってたいですね。かなりこう序盤からスマートな手組みをしていくわけですね。はい、ね、はい、ドラがやっぱり7枚あるんで、はい、普通4枚から始まるんですけど、赤があると7枚からスタートしてて、自分がないとなってゼロ、6巡目までにゼロだとすると、やっぱり2枚ぐらい入ってる人は必ず1人出るんで、いつもよりやっぱ警戒したいですね。ってなると大事なのは周りの速度読みですね。今そうですね、速度読みで今のところ 親が少しぐらい強めに来ても親だからっていう理由はあるんですけど、だから子供が今のパーピンがね、つもぎりなんですけど、はい、手出しだったりするとちょっと警戒するんですよね。9ピン、いきなりペンちゃんを払ったってことなんですもんね。こういうのは別に大して気にしない、うん、要はローピン、ウーピンローピンぐらい持っててもうパーピンもいらないんだなぐらいしか思ってないです、ね、何にもやめようかなもうウーピンとか切っちゃおうかな。もうここからですか。でももう無理だもんこれ。かなり諦めとか潔い男なんですね。あ、そうです。もうあの諦めた方がいいですよ。上がりた、あの麻雀で勝ちたかったら、はい、あの勝ちに行かない方がいいですよ。ごめんなさい、詳しくお願いしますちょっとごめん、全然要するにトップ取ったら偉いじゃないですか。2万5千から始まって、はい、トップ取ったら順位点とかトップ賞とかもらえるじゃないですか。でみんなトップ取りたがるんですけど、麻雀って基本的に 20% ぐらいしか上がれないんですよ。4人でやって、しかも流局が挟むと1人 20% のものを毎回毎回上がりってたら8割やられますよ。だからこういう手の時にいきます。親の現物の E1 をの E1 じゃない、 E 層を残して、はい、白も残してテイ、統一のバーワンに手をかけた。もうこんな上がりいったら負けますよ、麻雀は。早い店じまいだ。はい、もう頑張れ子供たち。いや子供たち頑張ってもお高い可能性。あ、大丈夫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 。トップ目は、はい、これ3万3000点のトップ目と、うん、ラス目っていう状況ができてるでしょ、はい、この人たちは今トップ目なんていうのはこれね、初トンって切ってて、そんなにじゃがむしゃらに行くかっていうよりも、あの報酬が怖くて泣かれるならいいやって先に切ることもあるわけですよ、うん、で、例えば単野をドラ赤ぐらいのカンチャンマシとかだったらリーチ来ない人なんですよ。もう闇に構えるんですか。26と52ぐらいだったらダマ手にするんですよ、トップ面に立っちゃったものだから。でラス目の人はちょっとがむしゃらには行くはずなので、うん、前向きに前向きに。でまあ簡単な話すると、乱暴な話すると、リーチって言うまではテンパってないと呼んでいいの。だってリーチすんだもん、しもちゃさんですね。そうだって負けてるこの人は、漫画打っちゃったこの人はテンパったらリーチって言いたい人なんで一番。だから、分かりやすい。そう、面単品ドライチでダマ手にすることはないんで、曲げてくれるんで、だから、もう、簡単ってこと、読みやすいってこと。なるほど。うん、あ、これちょっと待って、親の現物じゃん。現物です。いらない、これ。パワー1。うん。本当はもっと危ない牌切りたいんだけどね。どこら辺ですか。スーピンウーピンとか聞いたいんだけど、ここで、ね、そう、でも、ちょっとそれはね、やりすぎで、次のツモがね、3ピンパーピンとか来たら、ピンフイッツーのイーシャンテンなんで、お、パッソー9層来たよ。ペンちゃん払いましたね。そうだね。こういう時は、想像の1ブロックが、両面で、スーチー層とかね、サブロー層みたいなのが、想像はもう1ブロックなの。乱暴に言うと、もう、こっち2枚は想像なの。
なるほど、綺麗にね並べて。まあ乱暴に言うとね、そんなのはいろんな人がいる、リーパーはいろいろ癖があるから断定していけないんだけど、189手出したらもう1ブロックでいいの、スーチーソーかサブローソーか知らんけど、うん、もうそれはもう決まり。ん、僕の番思わずございませんパーピンチーショー。ダメですよね、この手形ですね。小屋の現物をとりあえず切って、両脇のドラマタギを切っておいた今。あ、なるほど、うん、三蔵がねドラでしょ、はい、その時に、あ、手出した三品を、三蔵がドラマタギの時にちょっとめんどくさいのがピンフドラドラアケとかなんか生発生のだるいんで、パーソー4枚見していいのかな。見せないことの大事さっていうのはどういうところに出るんですか。ローソーパーソーとかうまく切られてより高い上がりとか生まれるのが嫌なんだよね、うん、ピンズトリッキー通貫完成なので、これでチーテンぐらいだったら取るけど、それ以外はまず取りません。はい、はい、ただ川リアシャンテン、僕リーチだ。ここでリーチ難を切りましたね。3ピン手出しで安牌抱えている、この難は安牌なんですよ僕から見て。他の人はあんこからとかあるかもしれないけど、僕から見たら安牌なんで、これはもう両面両面と読みました。で3ピンが直前なんで、まあ、イスピン、リャンウーピンは、まあ、リャンウーピンは一番決めやすいんですよ、うん、なぜならあのイスピンだと1枚ずつ出てるから233で3を持つかもしれないけど、はい、リャンウーピンの334っていうのは3ピンは3人に危ないし、赤ウーピンが入ってるルールなんで、はい、334の3ピンはこういう風にしやすいんで、先に打ちやすい、はい、もうマンズとソーズ1枚目切ってないんで、その危険度は分からないですけど、あの枚数で選ぶしかないんですけどね。あの例えばまあ、本当にマンズは1枚目出てないから分かんないな。おいさんがパンワンちょっと来てるだけですね。そうですね、だから、まあ、そう考えたらウッパーバンが一番確率上は入りにくいところではあるんですけど、はい、ピン、はい、ソーズ、マンズが全くね切られてない範囲でこの形からですから、おいさんはかなりこれもう受けですか。僕はもう完全に降りるんですけど、一番大事なのはここで何から切るかなんですね、はい、こうやってやって、3ピン、パーピン、9ピンがスーパイなんで、はい、9ピンから切っとくと上茶さんには将来安牌と、安牌というかこの自牌は使いたくないと。9ピンは2人の現物、でも現物なんだよね、9ピンは2人の切る順番も大切ですね。これはなんでいいかな、お、ここはな、うん、これ手詰まったりしてね、あんだけ早く30目から降りといて新しいよね。第一ならパーソーからなんなら降りてて第一だから手詰まっちゃうっていうね。でも途中でこう、あの手役を見たリアンシャンテンは受け入れてましたからね。そうだね、ここで親なんで行こうか悩んだよね。どうするんですかね。あのね、親もあのアンパイの何切ってリーチっぽいのが嫌なんだよね。違う、違う切りましたね。マンズはもう単純に何切っても分かんないんで、一つ通ってませんでしたもんね、はい、通ってでもやる気はあるってことですか。やる気というか親だから行くっていうこともあるんでね。早すぎて安全牌もそこまでないしということですか。そう、ちょっとパワーピンは そうなんですよ、安牌ないだろっつってさ、一発も消えてるしさ。確かにそうですね、急走、うん、もしたな、急走のチャンスか。パーソーが全部見えています、はい、そってそろそろこう、これは打っても安い方だけど、僕は打つ手ではない、うん、急走しかないよ、もうアンパイ、うん、あ、3ピン誰も合わせない、早く走ってよ3ピン。これ3ピンまたぎが僕最初怖くて3ピン手出しだったんでね。打ってるよ打ってるよどうしたんだよすごい心の声、それだけ賑やかなんですね。そうです、ブレーキかけろどうした壊れてんのか。いろんなこのテレビ対局で打ってる時もそれぐらい、そうです、そうです、そうです、心の中ではずっと声がざわついてるわけですか、はい、こいつとこいつは安全牌、はい、でこいつは安牌だけど、うんうん、親の両ピンプッシュに対して、うん、安牌じゃないのだから、いきますよ今から叫びますよ、はい、やめろよし言いながら今のうちという、そうそうそう、だってもう気持ちもありますよね。怖いじゃんこれだって、パーピン4枚目だから、うん、単品ドライチウッパーピンならダマテンするから怖いよ。なんだあれ、ローワンだ、なんでもね、僕が喋ってたから止まってくれてたでも声は聞こえてないんで、ちょっと考えた節はあるかもしれない。手出しローピン来たね、ここで筋のローピン来たね。この筋のローピンっていうのが中筋、これはもうスライドではないのでローピンをそのまま切ってるんで、うんうん、よいしょ、まっすぐ
進んだんかな、それともひよったんかな。大井さんもう、はい、最初の読み通り、はい、上茶は、はい、このリーチに対しては全く、はい、押してないですよ。言ってないですもんね。もうこの人はもういい、知らない人だ、もう消えていない人だから。やっぱり大事なのは、あとリーチの当たり牌と、はい、親がどこまでやってくるか。ここはもう無視して、親が警戒だから。でも、はい、ここもね、シャア取っとかなって今思ってるよ。あ、親来るぞ、知らんぞ。あ、ペー出た出た、取り落とし出ました、ペーの取り落とし。はい、え、これ受けたんですか。これ一回ローリングしてるんで、一回ローリング、この瞬間全部取るんで。あ、リーチ来ちゃったこれね、なんでか追いかけてきました。これね、実はいや、シャアを取っとかなかったんで、はい、さっき言ったじゃないですか、今ちょっとなんか違和感は感じてましたね。ナンシャアは親に対して取っとくはずなんで、来ちゃったんで、すいません。あの、え、でもすごいこれラッキーですよね。全く危ない牌ほとんど切ることなく。いや、本当だよ、こんなことあんだな。今パワー1だけね、そう、1枚押しただけで追いかけてきた。この瞬間のパワー1っていうのは全く関連してないことのが多いんですよ。あ、要するに転敗したら切ろうって思ってた勝負牌。そうそうそう、そういうことも結構あるので。だからこの宣言牌よりも、あの、僕はですよ、あの、もうちょっと違うところ、はい、怖さで言うと、あの、ドラそばとかの方が、サブローソーリャンウソとかの方が僕は怖い。そっちに絡んでて、うん、なるほど。ドラそば、あるいはその想像は怖いね。おみさんはこの二軒ルージ、お、なんこんなの簡単ですよ。簡単、これ余裕ですよ。余裕でかわしちゃいますよ。かわしちゃうっていうか、対応できそうですか。余裕です、もう全部安牌なんで、これ。あ、嘘ですけどかなりの嘘ですね、はい、でも、もう僕がここで補充することは 100% ないんで、まあ、急手詰まってますけどね急走はパーソーが4枚目の中で切りやすい牌ですね、はい、4枚目取り取ったしね。ほんとだ、だからこの瞬間に全部切りたかったのにリーチってきちゃったから、なんでーと思ってなんでどうする、どうする、大丈夫ですか。ない、この台は当たり牌じゃない、これ。やべえ、あっちもとこ危ないから、こっちもとこ危ないのは、じゃあでも左側に手詰まりました。私キューピンはパーピンが全見えですね。で、キューピン4枚目、手詰まってからが麻雀だから。今なんかいい名言ですね、うん、覚えておいて。手汗大丈夫ですか。ちょっとね大丈夫だな、こんなの。あ、トンが通った、うん、絶対僕が振り込む、ね、あ、これ危ないバグ。4枚目ですよ、トン、うん、次大丈夫ですか。で、手詰まってます何度もいいけど、はい、リャンピンが通った。はい、もう全部通ったハイブリビンゴ。今ね、リャンピンが自分の目から4枚目になりましたね。いいも大丈夫。あ、何押してんの。ハクは、いや、あれ押してるよ。チョンパイではない牌ですけど、ちょっとこれ、背底ずらししようかな。背底ずらし、うん、あの、羽まぐるありそうなんだよ、背底で積もると。追いかけた、なんちゃ、追いかけた側。あのね、だいたい麻雀って、はい、先制リーチがみんな打ちたがるんだよ。2、6、具形とかで、ね、もう、リーチって言いたくしょうがない子が多いの、最近でも、追いかけるってことは、それなりの形、それなりの打点があるんで、何か魅力的なね。そう、なので、どっちをマークするって言ったら、追いかける方なの。おー、うん、だから、置いてどうしようかなと思って、今。うん、親がね、ペーペーと。もう受けるにも十分な材料ですし、うん、あとはこの背底ずらしだったり、うん、いろんな他の方向に目を向けていくわけですね。そう、まあ、俺、今ですか。もう今ですか。もうだってあと2つしかないからさ、もうこれ危ないからさ、今のしとかないと。これは背底ずらしの小さな気でした。そうそう、通りました。はい、つったなんつってさ全然ね、関係ないですよね。関係ないの。スースト取ったの。スースト取りました。リャンウソ取った。イーソー筋を切っていった。リャンウソ取ったかどうかだけ教えて。リャンウソ取ってないです。どうしてくれよ、皆さん。でも安全牌大丈夫ですもんね。大丈夫、 100% 打たないから僕は。でもリャンウソ通してほしいんですか。もちろんスクリーンだ。じゃあリャンウソで、じゃあ補充しちゃえと思って。あ、打ち合えってことですね。1500払うのよ、だから。あ、なるほど。人の不幸を願ってるわけですね。上茶さんが下茶さんに8000動けば、はい、5人ぐらい動けばチャラに戻るじゃん。あ、トン一曲の出来事がなかったことに、うんうん、ほら、なるほど、なるほど。ほれ、リアルですね。行ったろ。あ、ゲームスコ行ったろ。ここのとこでこんな感情なんですね。いいですね。これ岩間3人にほらですね。あ、通った待ってよ。違うとこか。違うとこだったね。あんまり当たんないね、読みってね。ああ、そして大井さん、背底迎えました。背底は白切りますから全然大丈夫ですよ。白ね、全員取ったんでね。はい、流局。もう何も、先輩の方開けてください。何も分かんなかったな。サブローピンと
サンザ、ドラタン。おお、タンヤオチーという。ペロペロペロ。うん。高い。追いかけはサブローピンでした。全然読めない。3ピン手出しで普通に連面だと思ってた。全然読めてない。これ読めないよ。読めないですよね、これはね。一回黙手にして一寸割りしてって思ってんだ。漫画。さあ、今回二軒リーチの中。これ読めない、ドッポさん。ドッポさんって言っちゃった。ドッポさんは？いや、ちょっとプリ押ししたんだよ。ね、プリ押し。だから、そこは気づいてたんだけど、言ってんのは。イーシャンテンで。うん。なるほどね。はい、さあ今回はあの受けの手組みにはなりましたけど、しっかりこの背底の意識まで。あ、そうです。あと読みはずれてまして、読めなかった、あんまり当たってなかったですけど、まあここはちょっと、これはさすがに読めないです。これ手出して、これ手出してリーチで、普通に両面と読みますもん。うん、うん、でこれつもぎりで、はい、そう、チートイツやってて、だからメンツテトの保留の手なんで、こんな4枚切るなんて、もうほぼありえないんで。確かに、イベコありますもんね、中に。はい、しかも、初なんて、親の現物、はい、あ、親じゃない、ごめん、ここの現物で、1枚で、自分が一番いい街なのに、チートイツやってて、はい。あと、おたかぜの何切ってリーチ。これ、何短期にされたら、包丁だからね。はい、そう思います。うん。統一落としでした。本当にこれもう、でも今失ってるんで、彼展望、あ、そっか、はい、はい、高くいきたいお年頃です。そうそうそう、あ、そういう意味で最初に言った、うん、そうです、開けてる人はそうです、なんリーチとか高くしちゃうんで助かるっていうのは結構助けられることはある。今回ね、それは実際にありましたね。さあ、おいさん、じゃあ2曲ありがとうございました。ありがとうございました。この後加点して特務に立てるんでしょうか。次回もお楽しみに。